多分これら辺はアナザーストーリー扱いになるのかなと思うので、じゃあやっていくか。挨拶回り、営業活動の一環として蒼天テレビは挨拶回りに行きますということで、ね、こうフリーのところね一応全部やってきたんで、ここにストーリーのところ、やっていこうと思います。じゃあ行くぜ。挨拶回り、ちゃんとストーリーあるかね、あるかな、ボイスもついて。でバトルとかね、もう全部カットしていこうと思います。多分勝てると思うから。今日はありがとうございました、失礼します。はいはい、わざわざ挨拶に来てくれてありがとうね。ふう、これで挨拶回りは終了と。さて、そうそう、事務所に戻らなきゃ。あれは手相占いで有名なお笑い芸人の、あ、え、これご本人だよね、島田秀平さんって。すごい本物だ。島田さんの手相占いすごい当たるっていうし、いつか私も見てもらいたいな。うん、あれ、あの子はもしかしてボイスないんですか、島田さんの。あ、やっぱり君確かはるかちゃんだよね、プリンセスリーグの。うん、番組ってあの有名人の手相占うやつかい。いつも自分の手相はどうなのかなとか思いながら見てるんです。あ、見てくれる。なんか最近あのテレビ見て、あの出てなくない、島田秀平さん。とばっちり線だ、珍しい。そうだね、何それ。自分が悪くないのになんだかんだで周りの人のトラブルに巻き込まれる人に出る線だよ。はるかちゃん、思い当たることあるかな。もう思い当たりすぎですよね。そうだよね。あ、これは珍しい。そうだね。悲しみの物差し線、本当にあるんですか。辛い出来事や悲しい出来事を、くぐり抜けた人にできる。そう、まあでもはるかちゃんの年齢でこれだけいろいろな経験をしているってのも珍しいからね。この線が出てる人は苦労している分、人に優しかったりおおらかな心を持ってたりするんだよ。これまた出るかい。島田さん、そうそう、お時間です。あ、ごめんなさい、忙しいのに。相手の T セットちゃんとは何度かお仕事したことあるんだけど、本当にプロ意識の高い子たちだからね。いや、でも意地悪だもんな、あの女子2人は。正直今まで一緒に仕事したアイドルの中で彼女たちよりしっかりしてる子はいないよ。台本も構成も完璧に頭に入れてきてたしね。普段はそんなに、表には出さないけど裏で相当の努力をしてるんだと思う。弱気になっちゃダメだよ、はるかちゃん。今まで苦労してきたみたいだけど、その経験をちゃんと糧にすれば大丈夫さ。実は僕も芸人としてなかなか芽が出なくて、かなり長い間辛くて苦しい生活をしてきたんだ。でもその経験があったからこそ今がある。そんな気がしちゃうんだ。下積み生活ですね。島田さん、テレビで見たままのいい人だったね。なんか島田秀平さんなんかめっちゃいい人そうだよね。こう二面性なさそう。あ、普通になんかこうゲームとかにはなんなかったですね。さあ、じゃあ次見てみようかな。はい、いや、経験値入るから美味しいですね。じゃあ次、事前打ち合わせ。打ち合わせお疲れ様。これで次回の収録お願い、大体分かったかな。はい、大丈夫だと思います。よし、じゃあ今日はこれでお疲れ様。打ち合わせも私会社に戻らなきゃ。ねえねえ、沢村ちゃん、これセクハラするやつじゃないの。かわいいね。あー、ごめんごめん、僕キャンパスフェスティバルっていう情報番組のプロデューサーやってる高見って言うんだ。あ、プロデューサーさんでしたか。すいません、動揺しちゃって。私ダイナチェアの沢村遥です。おお、ファンなんですね。テレビで見ても可愛いと思ったけど、実物はいっそ可愛いね。これね、枕じゃないの。キャスティング権を握ってるプロデューサーの僕が言ってるんだぜ。やっぱなんか枕営業ってあんのかな、こう芸能界とかさ、声優さんの中とかさ。あ、ねえ、わかるだろ。何がですか。何かまた飛ぶっちゃってるのよ、沢村ちゃん。バーターだよ、バーター。僕の番組に出してあげる代わりに僕と一晩付き合うよね。まあ、枕営業しろってことですか。声が大きいよ。何ビビったふりしてんの。もう実際何回かこういうことやってんだろ。清純そんな顔していやらしいね。してません、そんなこと。やめてください。いいじゃんいいじゃん、減るもんじゃないし、君にとってはチャンスだと思うな。
ちょっと何やってんのよ。あれ、あ、あれ、 T セットの子じゃない？ちっちゃまが入ったか。いえ、もういい。もうちょっと話の分かる子だと思ったが、どうやら勘違いだったようだな。まあ、消えないようにせいぜい頑張りな。そんなんで生き残れるほど甘い業界じゃないとは思うけどね。何かされなかった？大丈夫なの？あ、はい、ちょっと手を握られただけで。あの高見ってプロデューサー、ああいう誘いをしてくることで有名なのよ。もちろんオッケーしなかったでしょうね。もうもちろん。よかった。自分の対戦相手が枕営業してるなんて私たちも気分悪いからね。じゃあ私はこれで。ん？え、別にあんたを助けたかったわけじゃないわよ。ただ高見のやり方が気に食わないだけ。私も昔あいつに同じ風に誘われたしね。もちろん断ったけど、ああいうの見てられないのよ。あら、ちょ、何ちょっと一気に上げてきてんな。とにかくあんた隙が多そうだから気をつけなさいよ。みんながみんないい人ってわけじゃないんだから。分かればいいわ。あとその今のことは二人の秘密よ。舞とか中井さんに言ったら承知しないから。ん？まあでも隠したいよね。枕営業ふっかけられましたって。そう、まあ、根は優しいと思うけど、でもはるかに足引っ掛けたことは許せんな、あれは。さて、じゃあ次やりますか。あと2つぐらいでしたよね。あ、プリンセスリーグリハーサル。あ、なんかいろいろニューで増えていくんだけど。じゃあこれ見ましょうか。はい。何にしても君すごいよね。この短期間でこれだけ勝ち上がってくるなんて。僕もプリンセスリーグの司会やって長いけど、はるかちゃんくらい勢いのある子ってそうはいないよ。ずいぶん努力してきたんじゃない？どうなんでしょう、他の人がどれくらいやってるかわからないですし、ただ私は自分にできることをやるだけです。僕がずっと司会を続けてるのも、この番組がずっと人気番組なのも、君たちの輝きに魅せられたからなんだよな。夢を目指す女の子たちが自分の最も美しい時期をより綺麗に飾るために努力を重ねる姿のね、歌や踊りといった技術を研ぎ澄まし、時に勝利し時に敗北しながらお互いを磨き合う君たちの姿は何よりも輝いている。そしてそれを見た視聴者の女の子が君たちの輝きに憧れて次世代のアイドルになりたいとこの世界に入ってくるんだ。え、真面目な人ですね。そういえばはるかちゃん、プリンセスリーグがどのくらい前から始まった番組か知ってる？いや、いや、謝ることはないんだけどさ、この番組が始まったのは君が生まれるよりも前のことだからね。プリンセスリーグ始まってから20年。結構歴史あるんですね。僕は司会者としては3代目になるんだ。意外だった。でもかつての、主だった人気アイドルたちは結構みんなこの番組の出場経験があるんだよ。それだけの歴史とある種の権威がある番組なんだ。つまり君はこのプリンセスリーグで今大きなチャンスを掴んでいるってことだね。僕は先代の司会者からこの番組を引き継いだ時、その人からこう言われたんだ。プリンセスリーグは今後も憧れの舞台であれと。つまり女の子たちがアイドルという夢を目指した時、そこに舞台を用意して待っていてあげるのが僕ら大人の仕事だってこと。僕はその言葉を聞いた時に、初めてテレビに出る者としての大きな責任と、そしてやりがいを感じたんだな。でもその大人っていうのは今まさに現役で活躍するはるかちゃんたちのことでもあるんだよ。君たちがチャンスをつかんで成功する姿が次の世代の子たちに夢を与えることにつながる。夢ってのは使い捨てじゃなくてさ、リレーのバトンみたいにそうやって次の世代につながれていくもんだと僕は思うんだよね。だからさ、ほんと頑張ってよね、はるかちゃん。なあ、いや、なんか日本のアイドル界さ、なんかほんと今ね、韓国の勢いがすごいから、そっちに取られちゃってるのちょっと辛いですよね。悔しいとか。まあでもね、 K-POP すごいもんな。楽曲もパフォーマンスのレベルもね、日本のアイドルもなんかね、もう少し盛り上がれそうな感じはするんですけれどもね。よし、じゃあまだあるぞ。あ、ちょ、さて、じゃあ次は笑顔でええやん。ミーティング、事前打ち合わせ、はい。これね、実はこうフリーのところにありましてですね、まあ、あれです、笑っていいと思うですよ。で、なんだっけ、テレフォンショッキングだっけ、あんな感じの番組でした、はい。
じゃあちょっとやっていきますか。笑っていいと思う。終わってもう何年経つんだろう。結構経ちますよね。はい、じゃあ本番はそんな感じでお願いしますね。はい、よろしくお願いします。さて次はノムさんと打ち合わせないと。そう、ノムさんっていうのはタモリさんみたいな感じですね。あ、ノムさん、あ、ご本人や。あの、ノムさんお疲れ様です。あ、どうもお疲れさん。やっぱりはるかちゃん笑顔がええな。笑顔がええやん。そういうはるかちゃん所属事務所はダイナチェアやったね。いや、似とるなと思って。はるかちゃん、君あんたんとこの社長の若かった子に雰囲気がそっくりやで。へえ、あの社長の。そや、僕もこの番組長いことやっとるけど、まだ司会になりたての頃、何回かパクちゃんがゲストで来てくれたことがあったんですわ。あの頃はパクちゃんはまだ新人さんや、お互い慣れとらんもんやから話が噛み合わんでね。母ありゃ失敗やったな。まあ長いことやっとるといろいろありますわ。それにしてもパクちゃんはもっと売れるもんやと思っとったけどな。彼女実力あったと思うで。せやけど巡り合わせが悪かったんかもな。この業界で生き抜くには実力はもちろんやけど、一番必要なのはなんだかんだで運や。運ですか。そや、チャンスは誰でも平等に来るもんやない。そこは運に左右される。それでチャンスの来ん人はどんなに実力があってもそのまま終わっても残酷な話やけどな。せやからチャンスが来た人は頑張らなあかん。絶対にそのチャンスを逃したらあかんのや。一回あるかどうかもわからんような不確定なチャンスのために必死に努力し続ける。自分にいつかチャンスが来ると信じ続ける。まだ見ぬ舞台のために芸を磨き続ける。僕らの仕事ってそういうもんなんやで。いや、この仕事だけやない。あらゆる他の仕事も、もしかしたらそもそも人生ってもんがそういうもんかもしれへんな。休んまへんな。やしみたいな話になってもうとあんまり気にせんといて。とにかくはるかちゃんプリンセスリーグっていうでっかいチャンスが回ってきとるんや。頑張ってものにせなあかんよ。お、いいこと言うね。そう、はるかはこのチャンスを自分のものにできるのかっていうね。普段は下ネタばっか言ってるけど、本当はやっぱり熱い人なんだな。パク社長の若い子に似てるか。私が勝ったら社長喜んでくれるかな。経験値うまー。ただテキスト見るだけで1000ももらえるから。さあ、どうせやったら全部見ちゃいますか。はい、またなんか追加されてたりして。あ、これで終わりだね。じゃあ、ロケ打ち合わせ、出演予定のロケ番組のスケジュール確認を行います。それじゃあロケの段取りはもういいね。よし、じゃあ今日はこれで。打ち合わせも私会社に戻らなきゃ。あれ、これもう一人じゃない？ T セットの。あ、違う。あら、はるかちゃん、こないだのロケで一緒だったね。私クラウディプロダクションの深井光代よ、覚えてる？え、いたっけ。私も覚えてない。はるかちゃん、相変わらずご活躍みたいね。今日もここでお仕事？ロケの打ち合わせがあったんです。もう帰るところですけど。そう、私はこれからスタジオでバラエティの収録といっても、ひな壇に座るだけだけどね。ああ、私もプリンセスリーグに出てればよかったな。優勝は無理としても少しは残れたかもしれないのに。そしたらはるかちゃんみたいにもっとテレビで露出できただろうしね。それにもし間違って優勝でもしたら、メジャーで成功することも夢じゃないわけでしょ。はるかちゃんもそう思ってるんだろうし。あれ、もしかしてはるかちゃんって本気でプリンセスリーグの優勝を狙ってるの？本当に？でも T セットも出るんでしょ。それだとまず無理だと思うよ。なんだこいつ。だってあの子たちは別格だもん。ルックスはもちろん、頭踊りも飛び抜けてるし、その上一流のトレーナーもついてる。生まれつきの才能と努力とお金、三拍子揃ってるんじゃまず勝ち目なんてないわね。確かに T セットの二人はすごいですよね。そうでしょ。だから私今回のプリンセスリーグには出ないことにしたんだ。うちのマネージャーも出るだけ無駄っていうし、少し悔しかったけど、まあその通りかなって。だからはるかちゃんも今回はそんなにマジに言わなくてもいいと思うよ。うん、気分悪くなんか言った方がいいね。ここだけの話だけはさ、 T セットの2人プリンセスリーグのプロデューサーに枕やってるみたい。いや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 、ないだろう。そう、枕や枕営業だから、あの子たちの優勝も決定してるってわけ。多分番組のライブバトルでの点数もプロデューサーに操作されてるんでしょうね。なんかすごいと思わない？成功するためにはどんな手だって使うんだもん。私にはちょっと真似できないわよ。ないね。あ、さっきのあずさんの話聞いたらな。ね、でもだってあのプロデューサー T セットばかりひいきしてるし、みんなそんなの当たり前だと思ってるよ。そんな勝手な思い込みで嘘を言わないでください。彼女たちは枕営業すごく嫌ってました。この前はそれで私を助けてくれたし。
いやだ、ちょっと大声出さないでよ。私は聞いた噂をそのまま言ってるだけだし。もういいわよ。私そろそろ現場に行かないといけないし、これ以上付き合ってらんない。自分から絡んできたくせに。なんやこの娘は。T セットの二人がこんなひどい誤解されてるなんていくらなんでもあんまりだよ。とりあえずここまでかな。いやなんかそうやってさ、蹴落としていく人って普通にいるもんね。根拠のない噂を流してさ。よし、じゃあこんなもんですかね。はい。はい、では前回で、はるかのね、トレーナーにこのクリスティーナさんっていうダンスのトレーナーが追加されました。まあ、その代わりにオギタはクビになりました。じゃあ見ていきましょうか。業界では名の知られたダンストレーナーの、これなんだ、対価でいいのかな。表舞台で会うことは少ないが、その指導で才能を開花されたスターは世界中に多い。金や権力で動くタイプの人間ではなく、自分が才能を感じ取ったダンサーにしか指導しない。偶然コンサートのために来日していたところ、はるかに出会い指導することになると。はい。で、明日からレッスンというわけなんですが、まあね、はるかのお仕事は終わってないということで、社長室に行きます。起きた、なんか、報復とかでなんかまた出てこないのか、なんか出てきそうですよね。社長への復讐みたいな感じで。ね、違約金ももらえなかったし。セーブだけしちゃおうかな。さあ、実はね、まだ第1章終わってないんですよね。結構長いですよね、はるか編。ましては、第3部、後編もあるっぽいからな。来たな、はるかちゃん。そしたら行こうか。中で社長が待ってるわ。なんか読んでる。何の書類だろう。どうぞ。失礼します。失礼します。鍵かけだぞ。仕事っていうのは他でもないわ。あなたたち、今からすぐ蒼天テレビに行きなさい。今日のマンダさんの件よ。あ、何？マンダさん。私からもお詫びの電話を入れておいた。はい。短い時間だけどアポをもらえたから、マンダさんに直接お詫びしてくるのよ。わかりました。コーヒーかけてあったけんね。はるかちゃん。はい。はるか、待って。近くに来て。ん？あなた、お化粧誰に教わったの？自分で。何このファンデーションの塗り方、ムラだらけじゃない。それにリップも何も塗ってない。これじゃダメよ。すぐにヘアメイクを手配するから、次からはある程度自分でできるようにしなさい。すみません、陽子さんに教えてもらえないかな。堀江、すぐに手配しなさい。そやけど社長、今からメイク手配してたらマダさん待たせてしまうんでは。まったく、これだから男のマネージャーはダメね。いいわ、なら私が直す。堀江は出てなさい。もっとアイドルだからな、社長。化粧は女の身だしなみ。ブスだってメイクで可愛くなるの。あなたがうまく化粧できるようになれば、もっともっと綺麗になれるのよ。服だってもっとおしゃれなのを選ばなきゃ。今の自分で十分可愛いなんて思ってたらダメ。可愛いなんて思ってません。思ってなかったら少しでもマシになろうと一生懸命お化粧するはずなの。見た目を少しでも良くしようと努力するものよ。この世界に入った以上はもっと美に貪欲になりなさい。何かおかしい？親子みたい。嬉しいです。怒られたことが？こんな風にお化粧してもらえることなんてないと思ってたから。ずっとキリュウちゃんが一緒にいたからな。キリュウちゃんそういうの鈍いもんね。
あ、なんか目がすごいパッチリしたような。母親が必要よね。はるか、今度流行ってるお店に連れて行ってあげるわ。可愛い服見繕ってあげる。本当ですか？私は言ったことは必ず守る。今までもそうだったでしょ。社長癖強いけど、はるかのこと可愛くてしょうがないんだろうね、きっと。さ、できた。しっかりやってきなさい。謝ってこないでね。はい、あの、ありがとうございました。なんかさ、化粧は女の身だしなみっていうのは。そうじゃ、蒼天テレビに行こうか。もちろんなんだけどさ、先にタクシー拾っとくから、そこで待ち合わせしよう。なんか学生の頃はさ、化粧はすんなって高速で決められてるとこ多いよね。わかりました。本当それ謎だよな、大人になったら化粧しろって言われんのね。まあでも、まあ、肌がボロボロになるとかさ、そういう風に言われてるけどさ、今の化粧品ってなんかだいぶそういうところも改善されてきてると思うんですけれどもね。せめてなんか眉毛の手入れとかさ、あの色付きのね、薄い色のリップとか OK してほしいわって思うんですけれども、どう思います？私のところもさ、なんかさ、もちろん禁止だったわけですよ、化粧。でさ、なんかさ、まあでも高校入ったぐらいからもうなんか眉剃ったりとかしてたけどね。ちょっとなんか、めっちゃ剃ってるやろみたいな、なんかすごい細くとかしなかったけど、なんかちょっとボサってなってるとこを切ったりとかはしてましたけれども。そういうサイドさ、社会にポンって出されたさ、化粧はあの女のマナーだからっていうのでさ、やり方も教わることなくやんなきゃいけないって感じになったから、なんかその辺矛盾してるよなって感じはします、すごく、ね、大人になってさ、マナーになるんだったら子供の時から教えてくれよって思いませんかね。よしよし、じゃあ行くか。まあでもね、10代の子の肌はほんときめ細やかでしっとりしててっていうのはわかるんだけどね。一回私もなんかプロのメイクさんとかにメイクしてもらいたいかも。あ、でもやってもらったか、成人式の時とか、あとあれだ、卒業式の時とか、大学のやってもらったわ。でもやっぱプロがやると全然違うなって思います、化粧。はい、さあ行くか、マンダさんのところ。はるかちゃんも準備はいい？あ、ちなみにちょっと待って、サブストーリーとかまだ大丈夫だよね。うん、大丈夫。よし、行こう。はい、よし、じゃあ行こうか。よし、マンダさんを探そうか。あ、蒼天テレビに来ました。え、ミニマップ出ないね。あ、いるかな。あ、いたいたいた、マンダさん。あ、ダイナチェアの、本日は本当に申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。ちょっと。あ、どうしたの？今からクイズ番組の収録なんだけどさ、ゲストのグラドル、名前なんつったっけ、忘れたけど、そいつがドタキャンかましてさ、現場も大変なのよ。そこへ君ら降臨ってわけ。あ、なるほど、代わりに出ろと。スケジュール今日はもう空いてますので。で、はるかちゃんどう、いける？クイズ番組だって。いけます、ぜひ上げてください。だいだい見つかったぞ。マジっすか？って沢村はるかさん、いや、こりゃ棚ぼただわ。じゃあ説明すんで、こちらへ。沢村さん、おはようございます。今日出てもらう番組なんですが、ご覧になったことは？あ、すみません、見たことないんです。
蒼天堀ラブチェッククイズは深夜に放送しているクイズ番組です。タイトルの通り蒼天堀に関するさまざまなクイズが出題されるので、回答者の蒼天堀に対する愛の深さが試されてしまうわけです。クイズ自体は丸×の札を上げて答える二択式のクイズなので、あまり難しく考えないでください。収録開始までは自由時間となりますので、ご自由にお過ごしください。どうしよう、番組の内容を確認しておこうかな。一応丸の札を上げたいときは丸、×の札を上げたいときは×。1問につき10秒の時間制限が設けられ、10秒以内で回答できないと不正解になる。7問以上正解のまま達成となりますが、全問正解するとより良い報酬を得ることができます。何？はい、よし。蒼天堀言うて私もあんまり知識ないよな。できるかな。蒼天堀ラブチェッククイズ、ラブチェッククイズ天の声沢村さん、クイズ初挑戦ということですが、意気込みは一言。初めてのことをね、とても緊張していますが、頑張ります。落ち着いて頑張ってください。それでは参りましょう、はい、クイズスタート。はい、蒼天堀×かな、こっちかな、漢字表記ね。おお、公園が存在しない。そうて、ないよね、公園。ある？え、あるの？どこだっけ？何公園だっけ？お願い。事務所の名前ね。やった。おー。7問で5、OK ラインでしょ？ダイナチア、レッスンがな、4階。あれ、×じゃない？あれ、4階だっけ？あ、4階か。ひー、全然ダメだ。ゲームセンターがある。お願い。よしよしよし、クラブ性があるよね。プリンセスリング、T セット、T セット、はい、当たって。よし、カラオケショップが全く存在しないのこが蒼天堀の特徴の一つ。わかんない。こっちかな。カラオケあるっけ。あ、全然ダメだやばい。たい焼き屋、ないんじゃない、知らん。ある。おお。カニ、カニ道楽。もうちょっと簡単な問題出してくれよって、結構難しいね。岩橋、お願い。おお、あ、ギリギリ合格かな。ピピー、悪くない結果でした。あ、よかった。野本瀬尾さんまさんには蒼天堀好きの称号と賞金1万円を贈呈します。ありがとうございます。ありがとうございます。ウィー、うまくいったよね。よかったよ、はるかちゃん。ちょっと緊張しました。私も緊張しました。いや、やめだってたよ。改めて、マンダさんのとこに挨拶に行こうか。もうご機嫌なんじゃない、マンダさん。あ、もういいよ、あんなことは。待って。どうでしょう。いいでしょう。今日のことは忘れます。ありがとうございます。パク社長には、昔お世話になった義理もありますしね。いえ、こちらこそ、とんだ失礼を。本当にすみませんでした。ま、この話はもうなしにしましょう。それよりな、はるかちゃん。そのメイク、自分でやったん？社長がね。いや、これは社長に。そうですか、パクさんが。いや、いまいちですかね。自分のタレントそういうふうに言うなよ。全然いいよ。そうやなくて、はるかちゃんを見てるとな、昔のパクさんを思い出すなって。昔の社長？朝と昼、そして夜、
会うたびに綺麗になっていく女。この業界におるとな、女っちゅうのがつくづく信じられんようになってくるんですわ。女は化け続けるってな。Tセットで決まりやと思っとったが、こりゃとんだとんでん返しがあるかもしれんな。いや、なんでもないで。ほな、プリンセスリーグの決勝戦、頑張ってや。よかったね。マネージャー。うん、なんかいい風が吹いてきたって感じやな。そうだね、このまま波に乗っていけたらええな。どうした、アルコ。どうかした。なんだか緊張してきました。ちょっとちょっと、大丈夫やって。ハルカちゃんやったらクリスティーナもついてるし、僕かって社長かってみんなでバックアップするから。そうですよね、私やってみます。そうやで、そこら。そや、僕はこれから事務所戻るけど、はるかちゃんはもう直帰したらええわ。あ、わかりました。今日は盛りだくさんやったしね。もうヘトヘトやろ。ありがとうございます。そしたらまた明日ね。気ぃつけて帰るんやで。はい。堀江さんの言う通り大変な一日だったな。今日は早く帰って寝よう。あ、そう、どうせだったら陽子さんのところ行こう。その様子だと無事にエステを体験できたよね、はい、彼の手の動きは人間技じゃないわ。まるでタコの足がまとわりついてるみたいでしょ。あれ、黙ってんの。冗談を突っ込むとかなんかしなさいよ、まったく声だから。お芋はそれでどう調子は、はい、エステってすごいですね。体の調子がとってもいいです。それだけじゃないでしょ。もみちゃんと戦って何か気づいたことはない？ダンスバトルですか。そうですね。もみやまさんお世辞にもダンスが上手とは言いませんでしたけど、とても一生懸命で隣で踊っていてすごく引きつけられました。そうね、たとえ不格好だとしても物事に全力で取り組んでいる人は輝いて見えるもの。あんたはそれを理解したはず。ならこれから自信を持って自分の魅力を他人にアピールしていけるわね。あ、やった。アイドルヒート使用回数が増加。これ積極的にやった方がいいな、陽子さん。それじゃ。はい、経験値もうまい。これまだあるかな。美の形を学ぶために来たのかしら。お願いします。はい。あんたのそういう私服はけいて地味よね。そうですか、お気に入りなんですけど。お芋ちゃん、芸能人っていうのはね、見てくれる人に夢を与える職業でしょ、はい、だったらプライベートも油断しちゃダメ。誰が見てよくわかんないものよ。私はね、もうブランド品を身につけようと言ってるわけじゃないの。ただ悲しいけど、人っていうのは外見で中身まで判断する生き物よ。お芋ちゃん、正しい身だしなみを学んで品性を感じさせる女になりなさい、はい、そこら辺余すことなく語った著書は好評発売中。本屋さんに行って探してらっしゃい。あ、陽子さんの本かな。当たり前じゃない、目の前の客を逃すほど甘い女じゃないわ私。それにあの本を読めばお芋ちゃんの魅力が大幅にアップすることは間違いないわ。そう考えば安いものでしょ。ほらほら、文句言ってるのにささっと行ってきなさい。大きい本屋が蒼天堀通り東にあったはず。カニ道楽の向かいだったかな。はい。あら、何かやってる。言い争い。もうだから言うたんや、売り切れとか最悪や。ごめんな、いくら半額セール中言うてよ。まさか陽子の本が売り切れるとは思わへんし。陽子の本まさか、やっぱり売り切れちゃったか。どうしようかな。そういえば岩橋の向こうに新古書店があったよね。文左衛門筋の入り口近くだったかな。よし、ここで陽子さんの本を探してみよう。陽子さんの本は美容コーナーかな。ここもダメ、他に本屋さんはないし、一度陽子さんのとこに戻ろう。あらあら、あいもちゃん、目的のものは手に入ったかしら。それが本屋さんを探し歩いたんですけど、どこも売り切れちゃってて。あら、そう、私もまだ捨てたもんじゃないわね。
片方セール中でもう片方古本だったって言わない方がいいよね。それで本を手に入れる当てがなくなっちゃったんですけど、もう仕方ないわね。私の手持ちの分をあげるわ。もちろんただというわけにいかないわ。そうね、そういえばちょっと小腹が空いたわね。私の好物のマグタコでもおごってもらおうかしら。たこ焼きですか。たこ焼きならおいもちゃんでも買えるでしょ、はい、あ、ちょっと待って、たこ焼きは16個入り、そこんとこよろしくね、はい、16個入りのマグタコね。あのたこ焼き買ってきたぞ、16個入り。あら、あら、おいもちゃんどれどれ。そうよ、これこれ、おいもちゃんたまにはやるじゃない。ありがとうございます。うんうん、なるほど。すごいですね、ヨコさん。この本を書いたのが今目の前にいる人だとはとても想像できないですよ。見られてるのか、着なさいでるのかわからないけど、とりあえずありがとう。美の形をこれから学びたいな。また私のところに来なさい。お使いだったね。さて、じゃあもう一個やるか。はい。お願いします。はい、あんただいぶ綺麗になったわよね。え、本当ですか？それほどでも。うん、あんだリアクションがピュアすぎる、お世辞よ。ちょうど折り返して半人前ってところかしらね。他にしても寒いわね。こう寒い日が続くと髪が痛むのよ。ほら、おいもちゃん、あんた髪がボサボサじゃない。私の目はごまかせないよ。あんたちゃんとヘアケアしてんの、はい、前にも痛いでしょ。あんた表舞台で光を浴びる側、光を浴びる側の人間、身だしなみには気を使いなさい、はい。おいもちゃん、私の行きつけのサロンに行ってらっしゃい。違うわよ、トリートメント。私担当の美容師がいるから美髪にしてもらいなさい。私好みのイケメンだからすぐに分かると思うわ。そうよね。小福町ヘアメッセージラブソング。ほー、うん、お店に行くのは最低2万円持って行きなさい。あ、大丈夫、お金はね大丈夫ですね。じゃあ美容室に行きましょう。あ、ここか、美容室。ここが陽子さんに教えてもらったお店だよね。お金もバッチリだし入ってみよう。あれ、でもトリートメントは6000円って書いてある。陽子さん言ってた2万円は必要ってどういうことだろう。あの、スタイリストの陽子さんを担当されている美容師さんっていらっしゃいますか、はい、イケメンって出たけど、うん、ファンキーだな、見た目が。2万円、あれ、トリートメントは6000円じゃ。え、ヨーコさんから聞いてません？このオリジナルシャンプーとトリートメントも出してくれって話でしたけど。ありがとうございました。2万円が必要ってこういうことだったのか。それにしてもこのシャンプーとトリートメント1本7000円ってすごく高い。こんなの聞いてませんってヨーコさんのところに戻って文句言わなきゃ。やっぱあれだよね、あの市販のさ、あの薬局とかで売ってるシャンプーとサロンシャンプー違うもんね。ヨーコさんどういうことです？シャンプーとか買うなんて聞いてませんよ。あら、ちゃんと買ったのに、おいもちゃん、お買い上げありがとう。もしかして、自分がプロデュースしたやつとか？シャンプーのボトルをよく見てみなさい。ヨーコプロデュース？私の知識を凝縮したスペシャルなシャンプー&トリートメントなのよ。あんた髪がツヤツヤに潤い、私は懐が潤う。素晴らしい共存関係じゃん。まさに理想の視点ね。そういえば、私おすすめの店員はどうだった？イケメンだったでしょう。アフロでスーツの人。でもダメよ、あの人私が目をつけてるんだから、はい、それじゃ美の形をこれからも学びたいな。私のところに行きます。あ、これで終わりなんだ。はい、じゃあ最後もう一個やりますか。で、これで今回終わりにしましょう、はい、今までの経験だいぶ意識が変わってきたんじゃない、はい。以前あまり興味がなかったことも知ることができましたし、少しは女性として魅力的になれたのかなって思います。試してみない、自分の本当の実力を。今のままの姿でこの場所に行って歌ってきなさい。そしてどう感じたか私に伝えなさい。あの、お化粧もせずにですか？そうよ、そうじゃないと意味がないの。ライブ用の諸福町西のコインパーキング、はい、神宮の前にある駐車場のことかな。じゃあ行ってみましょう。ここかな。あ、みかん箱が、てかビールケース、紙が落ちてる。これは陽子さんのメモ。おいもちゃん、あんたのことを誰も知らないその場所で歌ってみなさい。ライブが終わった後その場を大盛況にすることができたなら私に報告しに来なさい。そこに置いてあるビールケースの上で歌うように。
ダンスもできないってこと？え？なんかやるんだったら早くしてくれよ。ためらってる場合じゃない。自分を信じてやってみよう。これミニゲーム始まるかな。あ、じゃあちょっとやってくるね。おー、 どうなんだこれは。よかったぞお姉ちゃん、すっかりファンになっちまったぜ。よし、すごくいいライブができた。これな、ヨコさんに報告しても大丈夫だよね。いや、戻りますか。お、大丈夫だったっぽいけど、ここに実はね、鍵があるんですよね。お疲れ様、いい顔してるわね。ねえ、告知もせずファンもいない場所で歌ってみて何か感じることあった、はい、今まで積み重ねてきたことは無駄じゃないって証明したいと思ったんです。でも人を引きつけるのはすごく難しいことだと感じました。そうね、でもあんたはそれを乗り越えた。おいもちゃんが今まで上がってきた舞台はアイドルであるあんたをお膳立てするためのやば作られた舞台。でもそこに乗っかってやるだけじゃいつか限界が来て行き詰まる。だからおいもちゃん、これからあんたの立つ場所があんたの舞台だと言われるような人間になりなさい、はい、あ、ありがとうございます。あ、これで終わりなんだ、ようこさんの。もう教えることはないわ。これから自分なりの美の形を追求していくことね、はい、別にいいわよ。私も半分自分のためにやってたようなもんなんだから、そうよ。前に少し話したでしょ、あんた。え、私が目をかけてたけど、そうやって消えなかった子に似てるって、おいもちゃんに教えてよと、その子に教えてる感じがしてね、少し心が救われたのよ。ごめんなさい、あんたを利用したみたいな言い方になっちゃったのね。え、あの、その目をかけていた子と陽子さんの話、もう少し聞かせてもらえませんか？正確には目をかけていたというか、共に夢を語り合った仲って感じだったわ。私もその頃は若くて、その子とも同年代だったしね。まだお互いに駆け出しだったから、二人でいつか頂点取ってやろうって約束して意気込んでいたの。最初は生活が苦しかったけど楽しかった。でもある日、大御所アイドルのスタイリストに私が大抜擢されて、そこから変わっていたの。私はそのチャンスをものにして一躍有名スタイリストに。仕事も一気に忙しくなったわ。でもその子は泣かず飛ばずのまま。本来なら先に売れた私がその子を引っ張って後押ししてあげるべきだったはず。でもあの子の私はそれができなかった。自分のことで精一杯だったし、忙しさのあまり昔の約束も忘れてしまった。そして私が仕事に忙殺されている間にその子はひっそりとステージを降りたの。何度も後悔したわ。なんであの時あの子のことを考えてやれなかったのか、あの子に何もしてやらなかったのか。私はノイローゼ状態になってスタイリストの仕事に嫌気がさしたの。そしてスタイリストを辞めた。控え室でおいもちゃんに渡した衣装はね、その子のために作ったものなの。ずっと捨てられずにいたんだけど、あんたが着てくれてよかったわ。これで心置きなくスタイリストを引退できるの。あんたとやって楽しかった。さて、用事もなくなったことだし、私もそろそろこの街を去ろうかしらね。どっか行っちゃうの？こりゃそうよ。私そもそもこっちの人間じゃないもの。さて、帰る支度でも始めようかしらね。陽子さんにお世話になったし、帰っちゃう前に何か私にできることってないかな？これサブストーリーじゃない。サブストーリーか。につながっていくのかしら。はい。じゃあ今回はここまでかな。はい、じゃあお疲れ様でした。